薬師山は秋田県八方町の山である。大母葉寺とも呼ばれる。JR 東八森駅方面から見ると、母谷山と大小の二つのピークが並んで見える。薬師山はもともとは大母葉寺と呼ばれていた。853年縁人が大母屋社に薬師如来を祀ったので、薬師山とも呼ばれるようになった。現在は磯前神社の分娩が誕生され、 山頂には磯禅神社が建てられている。磯禅神社の祭神は、大名討の孫、正名引込みことである。福徳海運の神、医薬の神、縁結びの神、法年満作の神、最悪よけの神として崇められている。磯禅神社は、日立国の神社であるが、佐竹氏によって強く信仰されていた。佐竹氏が秋田に国返されると、 現在の秋田市の金正寺山に磯禅神社が誕生された。それが八森に分霊されたと考えられる。菅江真澄が1807年に訪れた際は、ここには磯禅神社はまだなかった。山頂の磯禅神社には病気の治癒を祈って絵馬が奉納されている。また、祭壇にはたくさんの鏡が奉納されており、これは自分の姿を映して、 ふっを見るためである。元旦にお参りすると三千日分のご利益があると言われ、元旦登山も盛んである。また、1月8日が薬師の初の縁日で、初薬師と言われている。国道から白幕神社に向かう道を取り、途中から右にそれ、白幕神社上の大地に登り、大地上の農道を南にしばらく移動する。 薬師さん登山道の案内板があるのでそこから谷の中の道を通り、旧高殿の後の道をたどり、杉林の中を通ると、磯前神社の案内板と鳥居、ベンチがある。鳥居をくぐり、斜面にジグザグに付けられた登山道を登ると山頂に着く。山頂には、磯前神社と山頂標識、南無妙法蓮華経と刻まれた石塔などがある。 山頂を過ぎしばらく歩くと南側に、見晴らしの良い稜線がある。ここからは、八森の町並みや日本海、小賀半島などを望むことができる。南にある母谷山には三角点があるが、この山には三角点はない。母谷山山頂、菅井増美は1807年、白幕神社の白幕の近くの崖を登り、薬師山の神社に参拝した。この時、 山の中原には大きな鐘がかかっており、ここに来た人はこの鐘をつくことを記録している。つづら折りの登山道の途中には、大立つぼすみれや桜すみれなど多くの種類のすみれがあり、これを絵にしようとマスミは花を摘み取った。この時摘み取ったすみれの絵を、マスミは無大像幼衆に記録している。山頂にたどり着くと、母地大権現という破れかけた銅があり、中には、 薬師物が安置されていた。マスミは、山頂から見える周囲の風景や、昔道があったとされる石畳、縁人が岩を払い港を大敵としたとする公主席、祈りの池というおろちが住むという大きな池などを記録している。ありがとうございます。